包丁でこう中に火が入りやすいようにこう格子状に切り込み入れていきます。でこれをオーブンプレートの上に並べます。ニンニクはこれ包丁の背を作って軽く潰しておきます。でこれもまた同じように入れておきます。であとは玉ねぎですね。玉ねぎを適当にカットしていきます。はい、6等分ぐらいですね。でこれ同じようにまた分プレートの上に乗せていきます。でオリーブオイルをちょっと贅沢に全体にかけ、でこれをオーブンの中に入れていきます。オーブンの中に入れます。200度です。これをボウルの中に入れます。でオーブンに一緒に入れてたニンニクと玉ねぎがあります。ちょっとだけこうキャラメル化してます。焦げてはない。これけどこれがアクセントになるので、これも細かく刻んでいきます。ニンニクと玉ねぎセットです。細かく刻んだニンニクとそれから玉ねぎをナスの中に入れます。これケッパーをちょっと刻みます。
今日のケッパーを中に入れます。でこの具材を全部混ぜ合わせます。ペッパー、ニンニク、玉ねぎ、ナスですね。大さじ1杯のお酢入れます。